どうも、 VR ゲーム大好きザ・タボーズと申します。ということで今回はですね、3対3の VR 対戦アクションゲームブレイゼンブレイズ、こちらをですねプレイしてみたいと思います。いや、このゲームですね、今回私ザ・タボーズクローズドのアルファテストにね参加をさせていただきまして、プレイをしてみたんですけど、いやマジでねめちゃめちゃおもろかった。このゲーム本当にねおすすめ。このゲームなんですけど、現実ではやっちゃいけないことをコンセプトにしていて、例えばね相手をねもうぶっ飛ばしたりだとか、ビルを壊したり物を壊したりみたいな感じで、 VR のなんだろうな、こうアクション要素をねこうギュッとね詰め込みつつね、こうね PVP ねに落とし込んだね、非常にねもう素晴らしい作品となっておりますので、まあ、ちょっと今日はねプレイの様子一部なんですけど、皆様にねちょっとお届けしたいと思いますので、ぜひね動画最後まで楽しんでってください。このチャンネルではですね、様々な VR ゲームや VR ガジェットを紹介しているチャンネルとなっておりますので、 VR にね興味がある方はぜひですねチャンネル登録とグッドボタンでザタボーズを応援していただけると励みになります。はい、ということで早速プレイの様子ご覧ください。どうぞ。はい、ということでまずはチュートリアルの方やっていきたいと思います。はい、じゃあ早速ですねやっていきましょう。はい、まずは左スティック移動で右スティックがカメラ旋回ですね。 OK、 やっぱこれね安心のね、もう日本語対応作品ですから、まあ日本初のね国産初の VR ゲームなんであれなんですけど、やっぱ日本語安心しますね。次の目標を確認しろ。で次はグリップボタンを握るで、握った拳を前へ突き出すでパンチ。おお、ちょっと待って、ちょっと飛んだぞ。あ、グリップボタンね。いや安心の、あ、これいいですね。ちゃんとね図解付きでめちゃめちゃ分かりやすいこのチュートリアル。さあ、これパンチマークがあるから、これかな。いいパンチだ。さあ次に向かうぞ。これはいいね。これはなんかストレス発散になりそう。さあ次行きましょうか。いいですね、やっぱ国産 VR ゲームは本当ね、めちゃめちゃ貴重ですからね。いや、私はレガシー、君と同じく選挙戦に参加するもんだ。さあ次はね、レガシーをパンチで攻撃しよう。本物ではないがね。さあパンチ、おお、結構吹っ飛ぶ。すごい。トリガーボタン、ブーストダッシュでコントローラー方向へダッシュ。ん？ブーストダッシュ？どういうこと？トリガーボタン。おお、すごい。おお、結構高く飛ぶね。次もうまくやれるか。はいはい、次はトリガーボタン、ブーストダッシュ。ブーストゲージは左右の手それぞれ回復します。あ、右手左手でさっきみたいに行くって感じかな。え、おお、怖い。おお、怖い怖い怖い。ちょっと待って、右手左手、オッケー。すごいスピード。さあ次に向かうぞ。すごい、この操作だけでもうめっちゃ楽しいんだけど。これってね、壁も登れる、もしかして。あ、すごい、ちゃんとこれグリップボタンで登れますね。おお、すげえ。これ移動だけでめっちゃ楽しいんだけど、このゲームやるじゃないか。肩でグリップボタンで、メインウェポン装備。これいいですね、この図解付きでなるの。おお、すごいかっこいいですね。グラフィックもめちゃめちゃいい。で、装備中にトリガーボタンで使用。オッケー、いいですね。射撃もなかなかやるようだね。これいいですね、ブーストダッシュ気持ちいい。次は拳を上に向けグリップボタンでスキルオーブ。はいはい、握りながらトリガーボタン。レガシー、さあ次に向かうぞ。すごい。さあ次が壁を越えてレガシーを追いかけよう。さあ OK、 1、2、3、4、おっとっと。さあ OK、 次の目標を確認しろ。これは爽快だな。右スティック押し込みターゲット。あ、 OKOK、 やるじゃない。ああ、なるほどね。おお、これ分かりやすい。次が腰でグリップボタン、サブ武器ね。あ、これかな。あ、グレネードかな。グレネードを投げて、障害物爆破しよう。 OK、 ほら食らえ。おー、結構壊れるね。解放しろ。え、次何、拳で体の前で両剣を突き当てるアルティメット発動。何これ、拳で拳、凄まじい力だな。え、レガシーをゼロにしてスタンさせよう。ほら、おいい攻撃だ。ほら、おお、あ、すごい。地球が綺麗になったかもね。あ、これは面白いぞ、このゲーム。以上だ。やべえ、これはちょっとね、あの本当これ忖度なしに、これは結構これは面白いぞ、このゲームいいぞ。移動が楽しいね、この、うん、ただ飛んでるだけで結構楽しい。仮想戦闘訓練を終了する。ああ、君と直接戦うのが今から楽しみだよ。これはちょっと白熱しそうだな。よっしゃ、おお、やっていきましょう。お願いします。お願いします。やったー、聞こえてます？あ、聞こえてます。
よっしゃよっしゃやっていきましょう。これで俺がハンドガンの盾なんだ。なるほどね。オッケーオッケー、よいしょ、よいしょ、よいしょ。どこだ、さあ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 、あー間違えた、こっち、あ、いた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 、よっしゃー、いた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 、とてもやばいやばいやばい、うわーやばい、しそうかそうか、シンギルド、うわー、さい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 、おっと危ねえ、おっつい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 、危ねえ、おっひひひ、怖い怖い、うわっ、やばい、残した、めっちゃ怖い、おっ殴りたい殴りたい、うっやられた、うまいな、みんな、いや面白いなこのゲーム、おお戦場が変化していく、あれ録音したい、録音した、痛い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 、痛い痛い痛い、やべやべやべ、あ、全然立ってない、そこにいる、うわくそ、うわタイダーン、やばいやばい、また乗せないか、空気おお、ナイスでーす。ナイスー。やったー。おもろい、このゲーム。はい、ということでいかがでしたでしょうか、ブレイズンブレイズ。いや、このゲームですね、動画の中でもお伝えしたかと思うんですけど、本当にね、移動だけで楽しいんですよね、この移動操作だけで。で、かつシンプルな操作性も相まって、本当にこう VR ゲームとしての完成度が非常にね、高い作品だなって個人的に思いました。っていうのと、あとまあ皆様にね、お伝えしなければならないところなんですけども、まあ本作、まあゲームの性質上、これはまあしょうがないっていうところなんですけども、まあ他のね、VR ゲームと比べると、まあ動画ね、見ればわかるかと思うんですけども、まあ、視点移動がですねちょっと激しめのゲームとなっておりますので、まあ、一応ですねオプションの中で VR 酔いを削減するトンネリング効果とかですね充実したオプションもあるんですけども、まあ、他のゲームと比べるとねちょっとね視点移動が激しめのゲームとなっておりますので、まあ、その辺はですねあのプレイの様子ですねぜひ参考にねしていただければなと思います。はい、ということで本日はこれにて動画終了したいと思います。まあ、本作ですねちょっと発売時期未定となっておるいるんですけども、まあ、発売された際にはですね改めてまたプレイのね様子というか動画でまたお伝えしていきたいと思っておりますので、ぜひですねチャンネル登録とグッドボタン、あとベルマークのところ通知オンにしていただけるととっても励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。